ネギのネギをネギ。秋だったら何だったんですか。秋、秋といえば何でしょうか。ありますよね、いろいろね。食欲の秋、読書の秋、あとはキノコね。秋って言ったらキノコレシピが流行るから、僕は流行るものをやります。バズレシピ研究家ですから。今回やるのは無限の塩キノコということで、今回は無限に食える塩キノコ。これがね、ちょっとね、漬けっぽくなってるやつなんで、めちゃめちゃ簡単なんで、で作り置きもできるっていう最高のレシピになってますんで、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきます。まずキノコです。しめじ、エリンギですね。エリンギ、舞茸です。はい、だからこれ3パックやるんで、だいたい全部合わせて 300g ぐらいって覚えておいてください。もちろん他のキノコ使ってもいいです。あの椎茸使っていただいてもいいし、ひらたけとか使っていただいてもいいし、えのき入れてもいいし、だいたい 300g って覚えておいてください。そして長ネギ、今回は青いとこ使いますけども、白いとこでも大丈夫です。これ2分の1本ですね。60g ぐらい。ニンニクが2かき。あとは概要欄に材料書いてあります。よろしくお願いします。ということでですね、今回作るのはね、無限塩キノコなんですけども、やっぱりね、無限塩キノコを作るためには、無限っていう言葉を理解しなきゃいけない。無限塩キノコに対抗する飲み物を飲まなきゃいけないと。飲まなきゃいけないって何を言ってるか、ちょっと僕、すっごいわかんないですけども。無限塩キノコに対抗する無限塩日本酒っていうのがありますので、それを飲んでいきたいと思います。作り方はね、簡単です。まずね、直接を用意してください。こうグラスに注ぎますね、はい、でおもむろにお塩をここら辺にと持っていただいて、はい、てつやくん、じゃあ頑張る。はい、あ、うまっ。最高だね。まず直接がうまい。うん、あ、今日も楽しく飲みながらやっていきましょう。やっちゃいます。ありがとうございます。じゃあね、まず野菜を切っていきます。まずね、ニンニク切っていきます。おけつのところはね、切り落とします。はい。そしてニンニクを潰すときなんですけども、お手元にあるこの北節をちょっと持ってきてください。それで、はい。はい、これですぐ潰れます。はい。包丁でやってもいいんですけども、包丁だとね、怖いって方がいらっしゃるんで、ほら、北節だったらもう一撃です。で、これを剥いていきます。そしたらね、切っていきます。こんな感じで潰してからスライスすると粗みじんっぽくなりますので、粗みじんな感じでいいと思います。はい、はい、じゃあこんな感じでできました。はい、そしたらね、フライパンにね、もうね、ニンニク入れといちゃいますよ。これ最初に炒めますんでね。じゃあこのキノコね、はい、しめじ、前は軸をね、切り取って、切り取ったらね、もうこのままほぐせばいいんで、こんな感じで、こんな感じでほぐしていきましょう。こんな感じでね。で、舞茸です。舞茸こんな感じで売られてるんですが、舞茸ってここ切り落とす方もいらっしゃると思うんですけど、食べられるんでね、舞茸っていうのはね、余すとこなく食べられるんですよ。なんでね、こうやってほぐすだけでいいです。ほぐした方がキノコの食感も残って美味しくなりますんでね。舞茸はもう特にほぐしやすいんで、ほぐしていきましょう。エリンギですね。エリンギもね、ここ切り落とす方いらっしゃるんですけども、ここ食えるんで、まずね、僕はね、もうちょっと真ん中で裂いちゃいます。はい、裂いてこんな感じで、どん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 裂いていく。こんな感じね、こんな感じね。はい、はい、こんな感じですね。はい、そしたらね、長ネギいきましょう。青いとこ使う場合はこれだけ気をつけてください。ここら辺に、ね、砂噛んでることがあるんです。はい、こういうところからね、洗ってください。で、ここはね、ちょっとこうね、真ん中で、ね、切って、ください、で、ここで、ちょっとこう半分にしたら、まあ、なんかちょっとこういい感じのね、斜め切りにしてください。はい、はい、こんな感じですね。はい、これで下ごしらえは、終わりなんで、炒めの工程に行きます。ここに、オリーブオイル、ね、大さじ2杯ぐらい、これぐらいかな。はい、入れます。こうやってね、熱していきます。まず最初強火です。ふつふついってきたら、ここで火を下げる。そうするとね、すぐこの火が通ります。ニンニクで、じっくり火を通します。通しましたらですね、縁が茶色くなっても分かりますか。この状態でキノコ、キノコ溶かします。これね、やっぱね、ガーリックオイルとキノコの相性はね、木の葉にて最強なんで、
で、ちょっとね、炒めていく。中火ぐらいでいいです。で、ガーリックオイル絡めてね。このまま炒めててもしなっとなるんですけども、ここにね、調味料入れていくんですよ。まずお塩、まあこれ ひとつまみ、服の一つまみってこれぐらいです。結構ありますね。小さじね、5分の1ぐらいあると思います。はい、塩入れます。これはね、後で足したりします。調味シャンタンですね。これ中華スープの素とかでも代用できるんですけども、これ小さじ1杯入れていきます。キノコってすぐね、塩分があるとしなっとしてくる。キノコ自体から水が出てね、水分が、ね、しなっとしてくるんですよ。でここにネギ、ネギのネギを、ネギ、ネギ、ネギのネギを、ネギ、粗挽きの黒胡椒ね。もう最近はね、もう僕黒胡椒使いすぎて、もう黒ままです。黒まま黒胡椒ね、黒胡椒、まあもう結構たっぷりめにね、思ってる2倍ぐらい。お酒大さじ3杯。これでこのね、ちょっとね、高級感があるような香りがつくんですよ、お酒を入れることによって。あと水分も足されますもんね。これが大事。これ大さじ3の酒大事ですからね。これ大さじ3の酒を入れたら結構ね、ひたっとこう水分がこのまとわりつくんで、こいつがね、またね、この酒をね、この酒を吸い込んで、このキノコがね、もううまくなるわけです。入れたらやっぱり炒めてこのアルコール飛ばすっていうのが大事です。大さじ3杯ぐらいで、この、大きいフライパンであればすぐ飛ぶと思うんですけども、それを意識してください。で、ここでね、味見するんですよ。できるじゃん。でも僕は酒飲みなんで、もう一つまみ入れます。お塩です。味の調整はもうここでしてください。薄味が好きな方はもう全然お塩入れなくても全然美味しいと思うんで、こんな感じでネギもしなっとしてきて、いい香りがしてきたら完成。はい、で今回はね、漬け的な感じなので作り置きができる料理でございます。で、冷蔵庫でね、3、4日持つと思います。全然、はい、まあそれ以上は持つと思うんですけども、塩分も結構入ってますし、そのあたりはね、もう自分の舌と、嗅覚と、いろんなもので感じてください。こういうなんかプラの容器にこう敷き詰めてみます。はい、このままあったかいまんま食べてもめちゃめちゃ美味しいです。これすごい美味しいんですけども、冷めても美味しいんですよ。今回はちょっと冷ましたいと思います。はい、ということでね、冷凍庫でまあ20分ぐらいかな、もうね、冷えております。じゃあ冷えたら、これあったかいうちにお酢入れると酢のね、酸っぱい成分が飛んじゃうんで、お酢小さじ3分の2。はい、3分の2。このね、少しの酢がね、全体をすごく引き締めてくれるんで、まあ、これもうこのまま混ぜちゃいましょう。全体なじませて、冷えたらですよ、これ。冷えたらお酢加えてくださいね。はい、OK。こちらで無限塩キムチ完成です。さあ、ということで、とりあえず飲んでいきたいと思います。あー、よし、いただきます。香りがいいね。おー、やべえ、うまい。これやっぱね、うまいわ。ネギシャキシャキ、キノコプリプリ、世界で一番暑い夏。最後にやっぱね、少量ずつ締めるのがね、一番大事。旨味と塩気の中にもちょっと爽やかさが出る。キノコを3種合わせてるもんですから、食感のコントラストがすごい。で、そこに含まれるこのネギがシャキッとさせてくれんすよ。これはね、完成されてます。完成されてるんだけど、あえて何かをやるとしたら、タバスコね。タバスコ入れて、タバスコが合う。タバスコ入れるとやっぱビールになっちゃうね。先生飲んだ、全部もうないけど。お、キンキン、キンキン。いただきます。どうぞ。うまっ。これやば、うまっ。うまいじゃん、タバスコの。いや、俺タバスコかけといてもいいかもしれない。
これでもう残りタッパー入れといて、ご飯に合わせる酒のちょっとつまみ出す。作り置きだね。休日にね、共働きの方々が1週間分の平日のね、もう全部作っちゃうみたいな話を聞いて、ちょっとでも役に立てたらと、そういう正義感もありました。料理する人の味方だから。そして酒飲みの味方です。みんなの味方です。ございました。よいしょ。ということですね、この無限酒系のどうでしたでしょうか。食ったら絶対作ってよかったなっていう風に思える、そんな味付けになっておると思います。作り込みできるんだね。ぜひ皆さんこれは活用してほしい。なのでぜひ皆さん立っていただいてください。これカップルですね、エリンギね。あのたまにあのなんかあのファミリーのね、エリンギもいるんですけど、今回はちょっとあの男性がちょっと身長が高くて少し背の高いね、あのエリンギですね、これね。はい、これいつもね、あのエリンギ買うとき僕はあのエリンギのこうドラマを考えるんですね。はい、これは多分少し背の高い彼氏です。